始まりました。5番街 YouTube チャンネルスシロー第2弾です。今日は伊藤店長と一緒にお付き合いいただきますよ、はい、よろしくお願いします。今回はスシローの人気ネタランキングトップ10を当てよという企画でございます。はいはい、長崎県のスシローの売れ筋とか人気のトップ10を、はい、私が予想して注文します。その届いたものが正解かどうかを伊藤店長に答えを発表していただくと、はい、そうです、はい、当たったやつは、はい、食べてもいいですか？あ、大丈夫です。本当ですか？はい、外したらしおやさんが食べます。しおやさんが食べる。いただきます。いや、ちょっとガチでいきますよ。はい、ちなみに全国のランキングはこれです。はぁ、サーモンが10位？あ、ここにも、サーモンで種類があるんだ。エビでも種類豊富ですもんね。そうですね、はい、うわ、私ね、やっぱサーモンは絶対入ってると思う。ファミリー層が多いから、お子さんが食べることを考えるとサーモンチーズじゃないかな。エビも絶対入ってると思うんだよね。エビはオーソドックスに行ってみようかな。あ、エビはもう、あれ、止まなかった。通り過ぎたんやん。え、あ、通り過ぎた。いやいや、来ました、サーモンチーズ。はい、サーモンチーズはトップ10に入っていますか？サーモンチーズはトップ10に入っています。イエーイ、やっぱり。え、ちなみに何位ですか？サーモンチーズは3位です。3位、はい、サーモンチーズ3位か、はい、でも当たったってことは食べられますね。どうぞ食べてください。イエーイ、わー、めっちゃ美味しそう。サーモンチーズ美味しそう。いただきます。炙ったこう焦げ目の感じもいいですね。そうですね、はい、とろける。お子さんに大人気、うん、はい、ノーマルなエビ、はい、エビはトップ10に入っていますでしょうか？エビはトップ10に入っています。イエーイ。2連続正解。やったー。すごいですね、はい、なんか当たると塩屋さんがすごい残念そうな顔してるんだけど、食べられないから。エビは何位ですか？エビは6位です。6位か、はい、今、うん、うん、違いない、うん、シャリ若干あったかいんですね。シャリは、はい、ほんのりあったかいものを使って、冷たすぎると酢の味がどうしてもない状態になってしまいますので、あったかいと酢の味も結構効いてきます。なのでほんのりあったかいものを使用しています。なるほど、はい、ちょっとハマる。でも全部当たったら私20缶食べることになるんですね。お腹いっぱいですね。1缶ずつにしようか。1缶ずつにしよう。これほど取っちゃダメなんですね。それは流しちゃって大丈夫ですよ。お皿だけ取るんですね、はい、そうだそうだ。長崎といえば貝でしょ。身が分厚い。この鯛は長崎の海を泳いでた子かな。いや、かもしれないね、はい、毎朝朝に届いてそれを仕込ませてもらって、じゃあ鯛を、あ、鯛を食べようとしてた。違う趣旨が変わりますよ。趣旨が変わる。鯛はトップ10に入っていますか？鯛はトップ10に入っていません。うそー。ということはこれは塩屋さんで食べるの？塩屋さんのあれを。これ食べちゃいますよ。いいですよ。うん、うまい。
ちょっともうちょっと食リポしてくださいよお店では食べるんじゃないか。トップ10に入っています。やはり。いただきます。いただきます。おいしい。臭みもなくて。あ、サーモン。サーモンは4位です。4位。マジか、はい、いただきます。1位当てに行きますよ。ヒント。ヒントはですね、大きさによって名前が変わります。わかりました。マジ私は絶対ないと思ってた。来ました、ハマチ。ハマチはトップ10に入っていますでしょうか。ハマチはトップ10に入っています。ズバリ1位ですか。はい、第1位です。あイエーイ、正解。ハマチ。そう、プリプリ、身が分厚い、新鮮なのも分かりますね。そうですね、1位だ。母ちゃん1位絶対違うとか言ってなかったけど、絶対違うと思ってました。これは、わぁ、シャリが見えない、大きい。あ、ちょっと待って、これもう美味しいんですけど。はい、あとレイに流れてる卵もちょっと変わってるんですよ。え、あれえ、一緒じゃないですか。ちょっと違うんです。これレイに流れてたやつですね、はい、ご注文していただくとこちらが届くんですけども、はあ、回転寿司屋ということで、はあ、稀にこういう卵。端っこ。そうです。はあ、端っこっていうのはまあ注文では使えないんですけども、ちょっと厚みが、焦げ目がついてしっかりした卵が好きな方は逆に注文よりレーンで取った方がいいってことですね。はい、じゃあ卵はトップ10に入っていますでしょうか。卵はトップ10に入っています。よし、何位ですか。卵は8位です。8位。お、いいところ埋まったね。いいところ埋まりましたね、はい。うわ、大きい。一口量になったな。甘い。甘い。結構甘めな味付けで、はい、お出汁も美味しい。柔らかい。美味しい。分厚い。お得感があります。お得です。はい、いいこと聞きましたよ。ぜひ皆さんレーンから取ってください。焼きとろサーモンはトップ10に入っています。よし、軍艦ネギマグロトップ10に入っています。よし、一口でいってきます。じゃじゃん。手前のレモンサワーも取りたいけどこっちこちらのエビアボカドはトップ10に入っていますでしょうか。このエビアボカドはトップ10に入っています。よし、よし。あ、結構こう粘度がある。そうです。いただきます。当たると思う。オニオンサーモンはトップ10に入っていますでしょうか。オニオンサーモンはトップ10に入っていません。
いや、これは中にマヨネーズが入ってるんですよ。マヨネーズが入ってる。なのでそのまま。そのまんま、はい、何もつけてんですよ。そうですね。玉ねぎが。玉ねぎ乗せて。うん、ハーモンド。玉ねぎのハーモンが。エビ天握りですか。はい、エビ天握りです。そう、エビ天握り、これが第5位。第5位、塩屋さんに食べて食リポしていただきます。責任重大ですよ。よろしくお願いします。どうぞ。塩揚げたて。揚げたて？ご注文いただいてから揚げておりますので、はい。ずるい。ずるい。これだね。あ、でもこれでトップ10埋まりましたね、全部。はい、ちょっと限定の商品が流れてきたので見ていただいて。これです。何ですかこれ？これ？これ？はい。これ？それです。え？何ですかこれ？これが幻の商品です。レーンに流れてるのみしか食べることができない。幻のバイモリ海鮮漬けというのは。バイモリ海鮮漬け。はい。いろんなネタが多分の漬けが載ってますね。はい。てんこ盛りですよ。いいですかいただいて。はい。そのままで。わわ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 。食べるかな。めっちゃ美味しい。何回噛んでもまだ残ってます。いつもこうタッチパネルで注文してだったから、ちょっとレーンにこんな面白い仕掛けがあるなんて、はい、レーンを見て楽しんでいただければ、はい、おお、食べるだけじゃないですね。そうですね、はい、本当に食のエンターテインメント。ありがとうございます。あっぱれでございます。どのネタも最高に美味しかったです。ありがとうございました。皆さん、よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンもお願いします。